人が一仕事してる間に無粋な輩が上がり込んでると思ったら、あんたも一緒に来てたとはね。火事場泥棒にでも来たかい。そんな体で何ができる。自分のやってること分かんないくらいおかしくなっちまったか。そういうあんたも随分と調子悪そうじゃないの。全力でてめえをぶった切る。覚悟はいいな。ギャー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 やかましいんだよ。発情期ですかこの野郎。顔色悪いぜ。腹でも下したか。さあら、壊してんのはあんただろう。何すんだって。よっしゃよっしゃおりゃよっしゃおりゃ。くっ、目障りなんだ。邪魔なんだよ。いっけ。悪く思わないでくれ。見えてるよ。嬉しいね。嬉しい。締めだ。何すんだってめえ。それ知らない。何すんだってめえ。よっしゃ。これはどうだい。何すんだってめえ。一気に決めるぞ。あの男、鬼桜を上回る速さで成長している。いや、あれは極限の命のやり取りの中で体の奥に眠る戦いの記憶が蘇ったのか。あれが塩屋社。こんなんじゃ俺には勝てねえぜ。消えて。何度消そうとしても、目障りの光が消えねえ。長い。ちょいと苦戦しちまった。